こんにちは。今回はメンズバクーレのあの新作の紹介です。ももです。ユニクロ U から出た待望のパンツ、もう見ましたか？男女兼用のアイテムで、すでに SNS でもかなり話題になっています。おしゃれなのに快適で優秀アイテムですが、ちょっとだけ気になる点もあります。一緒にチェックしてみましょう。ワイドフィットパラシュートカーゴパンツ3990円。軽くて快適な着心地で、暑い季節でもおしゃれできます。待望の紐結びができるカーゴパンツです。良い点から、シルエットが気に入る。裾が絞れていて形が良い。素材感が軽くて快適。テーパードが効いていて、ゆるっとしたシルエットが好み。素材感が軽く、綺麗めなワイドシルエットが好み。軽くて快適な薄手の生地。さらっとしていて肌にまとわりつかず、真夏でも履きやすい。比較的他のカーゴパンツよりも履きやすい。悪い点、股上が長く、ウエストが合わない。ワイドシルエットのためヒップサイズが大きく、年齢が40を超えるとダサくなる可能性がある。股上の長さがちょっとがっかり。コットンナイロン素材。大阪府の男性から、裾を紐で結ぶカーゴパンツを待ってました。ウエストはプリーツとゴム仕様では着心地が良い。茨城県の男性から、ベージュの M サイズを購入しました。メンズ着用時のウエストはジャストサイズくらいです。人間工学に基づいた足に沿ったパターンにより快適に履ける。プチプラさんから、ちょっと流行りに乗ってみたくて初めてカーゴパンツを買ってみました。レディース着用時のウエストは大きめです。詳しいサイズの比較。渡り幅は広めです。股上はかなり深めです。裾幅は足首に向けて程よく細めです。カラーを細かく分解しました。 SNS の人気コーデカラー56はコットンシェアチェックシャツと合わせてカラーは38、カラー09はソフトブラッシュドチェックシャツと合わせてカラーは05、カラー32はコットンシェアチェックシャツと合わせてカラーは38。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ春さんはリネンコットンスタンドカラーシャツ長袖のカラーと相性バッチリ。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。出ました、ユニクロワイドフィットパラシュートカーゴパンツと GU イージーケアレギュラーフィットシャツ長袖 SW ですね。あ、今回は新商品情報を紹介してきました。見ていただいてありがとうございました。この動画はユニクロ GU 島村ハウツーレビューをテーマにお届けしました。